雲を突き抜け Fly away アニメの力って何なんだろうなと思う時あるんですよね、うん、っていうのはね、私ある時に2月だったんですね、それが。でお父さんから手紙が来て、うん、もう息子はあの病気で2月いっぱい持ちません。でドラゴンボールが大好きだから、うん、色紙にサインをいただけませんかって。それで私ミキサーさんに頼んで、ごめんテープ取ってくれるって言ったら、わかりましたっつって、でオラゴクっつって言って、その子の名前呼んで、絶対に来いよ、オラが劇場で待ってっかな、約束だぞっつって言って、映画が8月なんですよ、うん、ただお父さんから手紙が来て、息子が奇跡を起こして見られました、本当にありがとうございました。ベッドで行ったらしいんですよ、ベッドで行って絶対座ることできないんですって、うん、そしたらどうしても椅子に座ってみるって言って、椅子を持ってきたら椅子に座って見てたんです。あ、ちゃんと劇場です。見られて帰ってきて、あくる日亡くなったんですって。その時にお医者さんのお手紙が一緒に添えてあったんですよ。そしたら、僕たちは勉強勉強して、それで人の命を少しでも長らえようとか生きさせようってして、やってお勉強してやってるんだけど、それもできなくて、アニメの力って何なんでしょう、僕今知らされました、うん、お医者さんが、お医者さんが、そう、びっくりしました。もういや、もうすごいな、このアニメの力ってって、その時すっごく感じたんですよね、うん、やっぱりアニメーション、アニメーションでまたね、うんうん、特に子供たちにとって、まあ、大人にとってもかもしれないけど、特別ななんかあるんですよね、力ね、力があると思う、うん、ね、